断る。お前らが面白い。なんだてめえは。はるかはどこだ。おっさん、わけわかんねえこと言ってんじゃねえぞ、おら。やんのかこれ。ふざけんな、親父。やろ、舐めやがって。おい、この親父ぶっ殺しまえ。遥かをどうした？どこにやった？知りません。俺らはブラッディアイの連中に誘われただけで。ブラッディアイ？赤いジャージの連中です。あいつらに聞いてください。どこにいる？劇場前の広場に。デブラっていうクラブが、そこが奴らのたまり場っす。キリュウだ。伊達だ。警察におかしな動きがある。本庁の捜査一課に遥の捜査依頼があったらしい。一課に？どういうことだ？詳しいことはわからん。ただ遥は誘拐の被害者ってことになってる。東上会とは別の組織が動き出したんだろう。キリュウ、奴らより先に遥を抑えるんだ。急げ。わかってる。
さすがや。おい。あ？おもろいな。ハルカはどこだ。はあ、ほ口の利く、はあ、お前がリーダーか。こんなことしてタダで済むと思ってんのか。ハルカを返せ。さもなきゃお前ら皆殺しだ。兄貴面白いぜこいつやれるもんならやってもらおうじゃねえかよ。返り討ちにしてやれ。Yeah!
てめえ、こんなことして死んだも同じだぞ。はるかはどこにあった？知らねえよ、そんなもん。待って、どこだ、はるかはどこだ。俺らは金で雇われただけなんです。雇い主は誰に雇われた？なんかのです。子供は地下街のラウさんのところに。ラウカーロン。ラウさん、これは先ほどの祝杯に薬を入れました。キリュウさん、堂島組の皆さんは我々と対等のつもりなのですか？何？偽造パスポートに2000万？我々に敬意を払っていないからそんなことが言えるのです。だから我々は敬意を勝ち取るように努力します。キリュウさんにご協力いただいてね。あなたの死に方がむごいほど何よりのメッセージになるのです。では。遅くなったな、カズマ。おやす、足が。何？お前のためなら足の一本や二本。すんません。長居は無用だ。すぐに安全な場所に連れてってやるからな。奴が、遥かを。キリュウ、遥かは見つかった？いや。そうか。今、サイの河原のお前のアジトにいるんだが、詳しい話も聞きたいし。分かった。始めようやないか。
だよ。ごめんなさい。あのな、ごめんなさいで許すわけねえだ。来たか。あるか。何？ええ、だとしたらジャカのこと切る。じゃあな。おう。おい。横浜へ向かう準備はできたのか。そうだね。分かった。そうか、ガキを奪ったか。いい、今中華街の本部に監禁してます。これで例のお約束守っていただけるんですよね。おう、お宅のジャカには30で文句ないやろ。 30? じゃあ島野さんは70ってことですか。いや、うちは50や。なら残りの20億は。おお、来たか。なら紹介するわ。これが5代目近江連合の寺田いう男や。以後お見知りおきを。錦山のアホからガキの情報を持ってきたが、この寺田や。残りの20はこいつんところや。そうでしたか。それはそれは。錦山のガキや、まだまだ極道の怖さ知らんで、年が20も下のガキに出し抜かれるかっちゅんじゃ。ラウカーロンか。ジャカまで絡んでくるとはな。はあ、大丈夫だキリュウ。ペンダントはともかく、連中がハルカをどうこうする理由はねえはずだ。伊達さん、ハルカは見たこともねえ母親探しにたった一人であの町に乗り込んできた。9歳の女の子がだ。ただ母親に会いたい、その一心でな。ああ。